ようかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。これでオッケー。よし、始めるよ。できた。何を作ろうかな。多分大丈夫かな。何を作っ。多分大丈夫かな。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。おっと、みよし、始めるよ。特性をつけよう。レベル。何を作ろうかな。
って。よし始めるよ。できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。魔物がどこからでもやってきそうだね。あそこ壊れた建物があるよ。あそこを中心に砦を作ればよさそう。
これで一通りの課題は終わったかな。しばらくしたら変わるはずだから、後でまた来てみよう。それじゃあ、お帰りなさいませ、姫様。あ、ルーフェス、ちょっと聞いてもいい？ケイナが慌ててたんだけど。ケイナもたまには走ることもあるでしょう。普段から城の中でも走り回っている姫様なら珍しくはありませんよ。ちょっとルーフェス、私は元気が取り柄なんだから、いつでもこうやって軽やかに動いてないと。うわこれ、なんで濡れてるの？大したことではありません。ケイナが掃除の途中でバケツをひっくり返しただけです。ケイナが？珍しいこともあるもんだね。それであんなに急いでたんだ。最近、あまり元気がないようでして。それに失敗も目立っております。原因は大体わかっているのですが。ちょっと心配だね。でも分かってるならルーフェス教えてあげればいいじゃない。教えて解決するような問題であればとっくにそうしております。姫様が直接お聞きになればいいでしょう。戻ってきたようですね。それでは私はこれで失礼します。あっちでは花瓶が割れてて、こっちにも水がこぼれた跡が。申し訳ありません。私、メイド失格です。そんなことないよ。失敗なんて誰でもあることじゃない。私だって調合失敗するし。それより、私が心配なのはケイナのことだよ。もしかして調子が悪いんじゃない？違います。大丈夫です。私はいつも通りですから。毎日慣れないお仕事で辛い思いとかしてませんか？私は全然平気だよ。トトリ先生は優しくしてくれるし、大変なこともあるけど毎日楽しいよ。そうですか。私はメルルがお城を出られてから毎日。ケイナ？やだ、どうしたの急に。私何かケイナを泣かせるようなこと言っちゃった？ごめんね。いいえ、でもしばらく一緒にお出かけもしてないなって。私のこと忘れちゃったのかなって。そんなことあるわけないじゃない。でも錬金術が忙しくて。いいんです。メルルがやりたいことをやって嬉しそうな顔を見るのが一。でも今度はもっと早く顔を見せに来てくださいね。心配でどうにかなってしまいそうですから。わかった。絶対一緒にお出かけするから。ケイナと私の約束だよ。
エーナそんなに気にしてたなんて。ずっと放っておいて悪いことしたな。こんにね、どうも。ありがとう。また。これは了解。これは姫様。なるほど。姫様、先ほど拝見しました内容をまとめて。では。何を作ろうかな。それじゃあ、
きたよ。始めよう。えい。それ。でや。えい。外さないよ。うん、いい感じだよ。それじゃ、それじゃ、エルルちゃん、美味しいお茶が入ったよ。はあ、ありがとうございます。っていうか、すみません。弟子の私がやらないといけないのに。気にしなくていいよ。エルルちゃん集中してたみたいだし、私の方は手が空いて。あ、誰か来たみたい。メルルちゃん、出てもらう。よう、今大丈夫か？あ、私に何か用？もしかしてお仕事の依頼とか？いや、別にお前に用はないんだけど。そういうのは用があるって言うんじゃ。あ、で、聞きたいことって何？別に大したことじゃないんだけどさ、最近、兄貴とはよく会ってるのか？うん、ルーフェスが開拓の管理をしてるから、仕事のことでよく話はするよ。この前も、渋い顔で、だから姫様はダメなのです、なんてお説教されたばかりだし。そうか。俺のこと、何か言ってなかったか？え？特には話してなかったと思う。本当か？俺への伝言とか、最近の俺の仕事ぶりについてとか、何でもいいんだけど。ううん、そういうのは一言もなかったよ。基本的にお仕事の話とお説教しかしないから。そうか、わかった、ありがとな。俺、もう帰るよ。用があったのはルーフェスさんだったみたいだね。同じお城にいるんだから、直接本人に会いに行けばいいのに。会いに行きたくない理由でもあるのかな。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。これでオッケー。よし、始めるよ。できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。
どれを使おう。これでオッケー。よーし、始めるよ。できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。見えたぜ。そこだ。せーの、イエーイ。私だって任せとけ。チャンス、力を引き出すよ。いっけてみな。よーし、それ入った。キャー、そうね、くらえ。キャー、外さないよ。せーの、イエーイ。私だって任せとけ。チャンス、力を引き出すよ。いっけー。やったね、みんな。それじゃ、
し、かかってきなさい。これでも食らえ。私だって。任せとけ。いざ。修行の成果が出たみたいだな。それじゃあ、どこに行こうか。さっさと始めようぜ。そうね。わわわ。ボケっとすんな。くらえ。あ、気をつけて。いただき。そうね。だあ。で、あ。外さないよ。くらえ。外さないよ。やっ、やったね、みんな。それじゃあ。
できたよ。始めよう。やっちゃえ、チムちゃん。キレート！チム、チム、チーム！くらえ！飛んでけ！楽勝だったね。この調子だよ。うん、レベルが上がったよ。それじゃ、あ、ちょうどいいところであったな。これからアトリエに行こうと思ってたんだ。あ、ライアス君、何か用？お前の予定聞いておこうと思ってさ。それに合わせて俺も城での仕事を片付けておかなきゃいけないからな。そっか、ライアス君は兵士のお仕事もあるんだよね。あまり一緒についてきてもらうのは悪い。余計な心配しなくていい。これくらい務まらなきゃ兵士としてやっていけないだろうって。ルーフェスか。私に対しても厳しいけど、ライアス君にも厳しい。これくらいなんでもないさ。むしろもっと努力しないと、いつまでも認めてもらえないしな。姫様、ここにいらっしゃいましたか。先日ご担当いただいた案件について。俺、もう行くぜ。じゃあな、メルル。あ、ライアス君。ライアス君たら、ルーフェスに挨拶くらいしていけばいいのに。あまり厳しくしつけたせいか、最近は顔も合わせないようで。嫌われたものですね。そうかな。ルーフェスのいないところではよく話をしている気がするけど、この前もアトリエに来て、ルーフェスがライアス君のこと話してなかったかって聞かれたりしたんだけど。うん、自分の評価を気にしているあたり、仕事に集中していない可能性もありますね。え？あ、いや、あの、そういう意味じゃないと思うんだけど。おーい、二人とも微妙にずれてるんだよね。もっと素直になればいいのにな。こんにちは。
も。どうもありがとう。これはひ了解。かしこまりました。では。これは姫様。これは姫様。なるほど。姫様。では。
どれを使おう。おっと、よし始めるよ。できた。どの特性をつけよう。調合してるの？ううん、頑張ってるみたいね。メルルちゃん、キノコのパイをお土産に買ってきたから一休みして食べ。あれを入れてこれを入れて釜の温度が上がってきたら最後にこれを。うわぁ、メルルちゃん、なんで息止めてるの？ちゃんと呼吸してる？あ、たどり先生お帰りなど。はぁ、息するの忘れてたみたいです。苦しかった。そんなに夢中になるなんて。もっとリラックスして。うん、違うかな。なるほど。うん、たどり先生どうかしました？私、もしかしていけないことを。ううん、そういうわけじゃないんだけど。ちょっ、メルルちゃんはずっと錬金術を続けていくつもりなんだよね。もちろんです。それが何か。あ、もしかして私が邪魔とか。そんなことないよ。メルルちゃんはすごく頑張ってるし、一人でアトリエにいるより一緒にいた方が楽しいし。でも、錬金術師と姫様を両立させるのって大変だろうなって思って。大丈夫です、元気余ってますから。そっか、うん、それなら大丈夫だね。じゃあ、頑張ってね。え、半分冗談だったんだけどな。私、そんなに元気余ってるように見えるかな。でも、どうしたんだろう。トトリ先生、何か言いたそうな感じだったけど。あ、ここはね、こうなって、こう。あー、なるほど。そっか、わかったかな。